K30 は韓国で開発された自走式対空砲。通称は飛行。陸軍の運用要求に沿って開発され、朝鮮半島の地制と運用に適合した高機動の短距離防空システムである。電子、光角式照準の 30mm 砲システムと監視レーダーシステムが K200 走行兵員輸送車のシャーシに搭載されている。K200 の派生型で、 20mm カン砲を搭載した自走式対空砲 K263 点弓の後継機である。主要製造メーカーはトサン DST。K30 飛行は2機の 30mm 機関砲、TPS-830 系官士、各機管制レーダー、電子工学、マッセント標的システム、パノラマ線望鏡、フリア、高波速距離、暗視装置。 TEB カメラ、デジタル化機関性システムなどから構成される。イアッツ、フリア、LRF の標的システムの組み合わせによって、標的範囲が 7km となっている。TPS-830 系レーダーは、2平方メートル、RCS の標的を 17km の範囲から、検出追跡できる。機関砲は 600rpm の周期連射速度であり、 有効射程は3000メートルとされる。TPS-830K レーダーは、X バンド監視、下気管制パルスドップラーレーダーで、低空を航行する、航空機に対する利用に特化している。特徴としては、リアルタイムの早期警戒、複数の標的を検出可能、サブシステムとしての一体型、L バンド的味方識別装置、パルス圧縮、周波数アジリティ機能、 体着対,対策としての移動標的表示への適用などがある。これは電子工学標的システムの目的に施行するために弾道計算データをデジタル化機関整形に提供し 30mm 機関砲を目標に正確に向ける。レーダーは他の短距離航空防衛システムのため独立した監視装置として利用するために牽引式発電ユニット付きの5トンのクリントラックなど 別の車両にも導入できる。第二のフリアシステムとレーザー測挙計は TPS-830K レーダーが動作不能だった場合にさらなるターゲッティングを提供することで TPS-830K レーダーを補うがレーダー警報受信機を装備した航空機に対する奇襲効果を維持するためにオフにされることもある。K30 は K200 走行兵員輸送車のシャーシを採用しているが、いくらかの違いもある。K30 は新しく D2840 リットルエンジンを採用しており、エンジン出力が向上して350馬力から520馬力になっている。エンジン出力の向上は、K30 の重量が K200 の2倍以上になったために必要とされた。トランスミッションも、 より強力なエンジンに対応するため、S&T ダイナミクス製の HMPT500 から 3EK、4EK に交換されている。回収はされているが、防護と水陸療養の能力は保たれている。ありがとうございます。